皆様こんばんは、カズチューブです。引き続き、通常バージョンに加えて皆様のお便りをご紹介するバージョンで、連敗止めて皆様ホッとされてるのかな。まだ目は通していません。初見で読みます。怖いんだよね、初見で読むのね。赤と牛さんです。一部ご紹介してまいります。副音声ね、 BS12 さんの、副音声と試合展開のおかげでとても楽しかったです。ああ、よかったですね。序盤は、猛牛打線が爆発して、中盤にはハムさんの反撃、終盤は緊張感がある締まった展開と、いろいろあってお得と感じた試合でした。本田くんのピッチングを見てる方も燃えました。ああ、ナイスピッチングでしたね、本当にね。ありがとうございます。クースケどんぶりさん、ビジター応援お疲れ様でした。楽しく拝見しておりました。今日は、広岡くんが初回、第1打席で粘ったのが大きかったと思います。優位とはいえなぜかハラハラした試合でした。本当そうだよね。本当今日は一番の広岡君のね、活躍が素晴らしかったですね。たくまのさん、三重師のワイワイの話。三重師って、浜野先輩と田中大輝君と僕のことを言うの？そんな風に言われる大したもんじゃないんだけどね。まあ僕はね、めっちゃ良かったです。ありがとうございます。一人でテレビ観戦してると思えない楽しさでした。あ、良かったねえ。オリファンの居酒屋ってこういう感じなのかな。ありがとうございました。オリホーということ、ありがとうございます。それからですね、ヒデ99さんですが、オリ三重師とビジター応援番組お疲れ様でした。実は今年初めて拝見いたしました。すごく楽しかったのですが、シャワー浴びて戻ったら副音声が聞けなくなっていたのが残念でした。それなんでよくわかんないけど、まあいいや、ありがとうございました。はい、アコニャンさんは、赤がとってもお似合いですねって、赤いね、僕の還暦祝いにチームのスタッフが作ってくれたユニフォームなんだ、これね。マークも生地も全部本物です。この辺の貼り付けも本物の背番号で名前なんですよ、これ。いいでしょ、ありがとうね、本当に。こんな形で日の目を見るとは思わなかった。初めて人前で来た、これ。もらった時にちょうどオリックスの球場のインタビュールームでこんな感じで撮った写真がね、X のアイコンになってますから、それ以来では来たの。ありがとうございます。ということですね、ありがとうございます。それから、ヒーロー令和ビーズさんは、ビジター応援お三方の実況を楽しませていただきました。実況はしておりませんが、ね、本田投手お見事でした。打線もこの勢いのまま、明日からもお願いします。ナイスゲームでした。ということはありがとうございます。それからですね、牛子さんです。三重師のトーク情報が渋滞でしたね。楽しかったです。渋滞してましたか。オリバー打つ人がちゃんと打ったら勝てることを証明した試合でしたね、ということ。本当そうだね。ありがとうございます。奥上博さんは、アイア砲兵の真相が分かりました。ああね、僕でもそれを中で聞いてないんでよく分かんないんだけど、そういうことなのね。ありがとうございます。のんちゃんさん、ビジター応援番組最高に良かった、楽しかったです。本当、毎試合3人にお願いしたい。いやね、今日もこれ BS12 のプロデューサーの方とも話していたんだけど、1年に1回だからいいんだよ。あれ毎試合やったら鬱陶しいよ、本当に、と思います。1年に1回ね、3人が集まるというのに意味があると僕は思いますけれども、いかがでございましょうか。ありがとうございます。それからですね、ラオウさんは、副音声で大前さんや田中さんの声を聞いておりました。普段と違う大前さんのテンションと試合内容でとても楽しかったです。まあだって実況じゃない、素でやってくださいっていうのがコンセプトなんで、はい、素というか、そのわざとこう崩すのは難しいのよ、みんな。野球の実況の仕事で言ってる体で、まあダメなんだよね、いつもと違う感じでやってくださいとプロデューサーの意図があるんで、あれはあれで難しいんだよ、みんな。なんかお前が手を抜いて気を抜いてやってると思ってるんですよ。違うんだよ。ね、それから、
織内豊さんは、ハムも点差以上のプレッシャーをかけてくる感じで苦しい試合でしたが、今日は流れを離しませんでした。あ、ほんとそうだね。ね。副音声で楽しめましたし、明日も勝って、今日は気持ちよく、試合も勝って、今日は気持ちよく寝られそうです。お疲れ様でした。ということで、ありがとうございます。おやすみなさい。それから、伏見たらいさん、二次会までお疲れ様でした。ありがとうございます。最後まで見てくださいました。お三人の談義を聞きながら勝ち試合を見ることができたのは最高でした。ぜひ近いうちにまたやってほしいです。大前さんは大変かもしれませんが、という。いや、でもね、年に1回がいいそうですよ。僕もそう思うな。ありがとうございます。それから、ワイズさん、放送お疲れ様でした。とても楽しかったです。オリホーな放送ありがとうございました。まあ、3人ともね、みんな気持ちよく今日は帰っていけました。ありがとうございます。サーさん、副音声楽しかったです。ありがとうございます。本当ありがとう、みんなね。モーリーさん、今日は美味しくお酒を飲みながら優雅にパソコン前で観戦できました。よかったね。ね、ありがとうございます。ね、それからですね、もうたくさん頂戴してね、ありがとうございますね。123は、お前さんお疲れ様です。副音声楽しそうに喋っていましたね。いや、楽しそうに喋れという指示ですから。ね。そういうことなのよ。ちゃんと僕らは作ってやってるんだから。わかってる？ね。吉本清さん、今日は勝利の使者3人のおかげで勝てましたなって。ありがとう。まあ僕一人でやったら負けるって言われるんだけどね。話も面白いですし、楽しかったです。まあでも話を聞いてて、面白くないことはないと思うんだけどな。ありがとうございます。猫太郎さん、副音声めちゃくちゃ面白かったです。次回あることを楽しみにしています。まあ来年、あっても来年だわ。ライム666さんは、三人衆の実況なし、解説なし、中継良かったです。よく打ったけどよく打たれたねえということ、確かにね。ありがとうございます。あゆさん、大前さん、浜野さん、田中さんの副音声楽しかったです。本当ありがとうございます。大前さんが若月さんを褒めた後に、若月さんがツーラン打ったのにはびっくりでした。ということですね。明日からもこの調子でいけますようにということ。ありがとうございます。わちゃわちゃした副音声楽しかったですというのはとしやさん。いや、そういうふうにやってくれという番組コンセプトだから。出演者はその期待に応えないといけないんでね。それは分かってほしいんだよね。ね、ありがとうございます。はい。お前さんお疲れ様でしたっていうのは、これなんて読むの、CSHLL さん。ビジター応援 BS12 で聞いておりました。ありがとうございます。いろいろ面白い談話もありがとうございました。勝ってよかったです、オリホン。まあ、勝ったのが何よりだわな。はい、ということですね。それから、ハーナーさん、大前さん、実況クエスチョンマーク、お疲れ様でした。本当実況じゃないな、あれはな。BS12 副音声は居酒屋みたいな雰囲気で最高でしたし、今シーズンももう一回参上した副音声を BS12 関係者の方々ご検討。いや、まあ、年に一回でいいと思うよ。もしどうしてもっていうんだったら、BS12 に皆さん、振るって投書してください。また明日、アイヤホヘーというね、ありがとうございます。ということでですね、まあ、皆さんたくさん頂戴しました。本当ありがとうございました。今日もね、もうたくさん頂戴してるんでありがとうございます。本当にね。何これ、1019BU さん。お三方、副音声、月1ぐらいで見たいです。年1でいいでしょう。ということですね。ありがとうございます。まあ、とにかく皆さんね、一つ勝ててよかったという感じのね、お便りたくさん頂戴しました。本当ありがとうございます。ということで、今日もね、たくさんのメッセージ、春さんも副音声ずっと見ていました。またお三方でやっていただきたいです。まあ来年だね、来年ね。みんなそれぞれの仕事がありますんで、それぞれの仕事を本来の形で全うしたいと思います。今日は本来の形じゃないから、ああいう風にしてくださいっていうね、番組コンセプトなんで、ということでございます。というわけで今回も最後までご視聴本当に、ありがとうございました。そんな感じで、まあでも
BS12 とかね、大前さんっていうのが、こう、ツイッターっていうか、X のトレンドに上がっていたのを、すごく、局の関係者の方々は喜んでいらっしゃいました。皆さんのおかげでございます。今回も最後までご視聴、本当にありがとうございました。